中京競馬場を迎えますのは第3競走です。3歳未勝利戦、この競走は芝の 1400m の競走。スタート地点は向こう上面第2コーナーから少し引き込まれたシュート、引き込み線のちょうど半ばあたりでしょうか。 1400m 芝コーススタート地点です。アーリーショベルがこれから収まるところです。ゴーマックスが後ろで待っています。あとは2番ゲートユハンヌス、ゆっくりと促されてこれから収まるところです。さあゴーマックスがこれから誘導を受けて収まります。最後に18番のモンテルナ、モンテルナがゆっくりとゆっくりと18番ゲート促されて今収まります。係が離れます。体制完了です。スタートしました。モンテルナいいスタートを切りました。12番の知らんけど後ろから、さあ先行争いです。まず間からはゴーマックスが伺います。内から2番のユハンヌス、最内から1番のコスモグングニール、連れて4番のエイシンセレナ、外からすっとポジションを上げるピヌスアモリスです。真ん中突っ込んで7番のフォミルマジック、この圏内9番のカナウ、そして5番の名称フラムが追走です。後方からは6番のハクサン、その後方からはさあハクサンバードが追走しております。さらにそのストーつきましてはファリが追走、間をついた10番のアーリーショベル、連れて上がっていったアジュールブルーが行って、間から18番のモンテルナポジションを上げます。内から3番のキセキニャンが追走、あとは16番のスプルが追走して、後方から2頭目に知らんけど、そしてゼッケン11番をつけましたクリノジルバが追走しています。そして最後方1頭置かれる形になっている17番のカリブルヌスという体制です。先頭は 3,4 コーナー中間地点です。白い帽子2頭ユハンヌス、コスモグングニール、両馬が並んでいます。ゴーマックスが外から3番手から2番手接近、内を狙っている4番のエイシンセレダ。第4コーナーカーブから直線コースへ向かって残り400を通過、坂をこれから駆け上がります。先頭は2番のユハンヌス、ユハンヌスが先頭です。ゴーマックスが外から並びかける、内1番のコスグングニールは若干後退加減、代わってストーつきましては7番のホミルマジック、ホミルマジック足を伸ばしてくる、そして真ん中からスルスルと、さあ5番の名称フラムが足を伸ばしてくるが、先頭は2番のユハンヌス粘る、ユハンヌス粘る、しかし外からぐんぐんとゼッケン12番の知らんけどが差し切った。知らんけどです。後方待機の知らんけど、最後は直線切れました。ユハンヌス、そしてゼッケン6番ハクサンバード、この辺りで2番手3番手を争っております。スタートで若干後手を踏んだ知らんけど、後方から進めて直線外、エンジン全開になりますと猛然と足を伸ばして前を行きます。人気各馬を捉え切っております。後方待機の知らんけど、国分京介騎士の手綱、デクラレーションオブオーの3区です。最後は外からよく伸びました、12番の知らんけど。タイムは1分20秒後です。2番手3番手の争い、ハクサンバードにユハンヌス、この両馬で2番手3番手を争っております。1分20秒後、上がり 800m は46秒9、 600m は35秒後です。末足豪快知らんけど、直線は切れました。さあ2番手3番手、6番のハクサンバードユハンヌス、大接戦、これは分かりません。そしてその後の3番4番手以降の争いですが、ゴーマックス、あるいはフォミルマジック、そしてアジュールブルーなど、中京競馬第3競走タイムは1分20秒5。中京3レースが終わりました。知らんけどというにはあまりにも鮮やかすぎる。そうですね、インパクトありましたね。素晴らしい足でしたね。スタートはちょっとだいぶ後手だったんですが、12番人気で単勝が132倍という知らんけどの差し切り勝ちでございました。はい、2,3 着が際どくなってこの通り写真判定となっておりますので、このレース最終オッズは割愛をさせていただきます。確定までお待ちください。